どうもタブヤンです。タッチ続きやっていきたいと思います。一回ね、パスワードコンティニューすると南風からスタートするんですね。なので戻し作業をしてきました。このジュゲムのいるとこのね、土手まで戻ってきました。前回までのタッチね、ポーズ、確認しておきましょうか。こちらトゥードゥリスト、ちょっと大きくしましょうか。金槌取りました。道場あってよく分かりませんでした。まあ子犬は3匹助けて4匹目探してるんですけど、木のホラー穴には斧、崖のホラー穴にはシャベルが必要という情報を得ました。取りましたね。うん、斧とシャベル、あと森には入れない道がある、こんな情報をいただいております。マップで言うとね、このアパート地帯があって、右に住宅地があって、今ここね、川沿い歩いております。でここから前回北に行って、この辺を探索してたんですよね。さあ続きやっていきましょう。行きましょう。まあ前回のとこの戻し、一番右から行ったんで、もう同じとこから行きたい。なんか違うとこから行くとわからなくなるからね。ただでさ、この卵、南早く歩いて、南よ。南がダメージ受けると2人ともダメージ受けるんだよね、達也も和也もね。ちょっとぐらいダメージ受けてもいいから早く来てくれ。ここで上がれば、あ、ここが行き止まりだ。 OK、 ここ行こう。さあちょっとうわ、上まで行ったよね確か。この辺もっと上行ったかな、結構上まで行ったと思うんだよね。ちょっとこの辺は飛ばそう。前回の戻し、なんか覚えてるとこ出たらいいんだけどね。行くぞ。前回がちょっとプレイが空いてるんでね、どこまで行ったかよく覚えてない。うさぎ、右端からなんか上がっていったと思うんだよね。あ、ここは道場か。ちょっと道場っぽいな、ここな。あ、道場っぽいな。あ、クマ、道場っぽくて、これここ左だったかな、知らないけどね。あ、ここも行き止まりか。そうだ、ほんで行き止まりで確か左にどんどん進んでいったんだよね。ちょっともう一回入っていこうか。アイテムが結構なんか火みたいなやついっぱい買ったんだよね。でカズヤが、おっとっとっと、敵の攻撃激しいな。敵の攻撃激しくないとこでいくか。カズヤでちょっと行こう。これ下かな、下しかなかったかな。 OK、でさらに左に行く感じ。あ、行き止まり、どんどん戻ってるな。これ左半分っていうかね、そこ行ってないような気がするんだよね。決してさまよってないですよ、探索をしてるわけですよ。カズヤがスペース、なんかアイテムをファミコンとかいろいろね買ったんだよね。あんまり覚えてないけどね。よし、達也で行こう。達也もう倉庫してる間にこれマックス3000行くんだよね。あ、行き止まり、うっそー、ここ行き止まりか。この風船玉みたいな、シャボン玉みたいなやつ、
日こんなに長く遊ぶとはね。あ、土手まで戻ってきたのか。そうですか。土手、こっちもう一個上あったと思うんだよね、こっちにね。おい、頑張れー。南町だね、これ。南町になっております。頑張れ頑張れー。よし、上ポーズ。ちょっとメモしとこう。これ土手の結局ザクッとしたマップね。ザクッとここ行ってここになんか道場、道場があってまだよく分かりません。でここ真ん中この辺かな、この辺登っていきたいと思います。行くぞ。合ってんのかどうかは分からないけどね。うん、行こうじゃないか。真ん中もう一個左にもなんかあった気がするけどね。ここ前回行ったような気がするんだよね。登れ登れ。左は行き止まりだ。緑の森の緑ゾーンなんだなこれ。分かんないけど、緑どの上に行け、森を抜け、あ、ここだ。は、ここだったかな、道場。分かってないな。こういうとこなんか入れるんじゃないとかいう。森を抜けたと思うんだよね、前回ね。なんかアイテムがあったらここ入れんのかな。左行こうか。クマ。正直もう広すぎるよね、マップが。マップ広すぎ。森また、あ、おい、行き止まり。行き止まりかよ。あ、入れた。うーん、入れない。入れない。入れた。あ、あー、ここ来たね。うん、斧とスコップ取ったとこだ。斧とスコップ取ったとこ。こっからさらにもっと西に行ったと思うんだよね。なんかでもここでセーブしたいな。こっからなんか左に行ったような気がするんだよね。っていうか右から来て左に行こうとしてたのか。こっから左、もっと下か、下行かないといけない。もうすぐ達也3000。になったらなんか黄金の鎧かなんか欲しいな。もう攻撃しなくても敵を倒せるみたいな。あ、ここも行き止まり。行き止まりか。もしかしてまた土手まで戻るのかな。土手ではない。 OK。 あ、またここも行き止まり。後ろに戻りますね。痛いな。お、ここは行ける？上に行きたいんだよね。あ、行き止まり。なんてことだ。進んでるのか下がっているのか。これ迷いの森じゃないだろうな。でも敵が違うもんね。
全にこれ緑の森ゾーン土手まで戻んで、あ、戻るんかい土手まで戻るんかい、見た目早く、守れ南優先。よし、ここで、戻ってきました。これが合ってるかどうかも分かんないけど、この土手のこ左のここかな、ここね。結局ここにはあのお店があったんだ。お店スコップとかね、お店スコップって書いておくか。まあ残すは左ですかね。左行ってないと思うんだよね。お、お家がいっぱいあるぞ。誰もいないみたいね。くまなく行こうか、こっから。黄色の森来てないような気がするな。お、何もなし。よし、こっからくまなく行くぞ。達也3000になりました。カズヤに交代。カズヤお前に譲ってやるよ。達也がもうね最強になったから。無言かよ、無言か。あ、上に行くとこがあるけど、こっち何も行き止まり。まあここまでは上に行くしかない。どうする、左から行くか。左行き止まり、上に登るとこあり。これ、あ、もしかしてなんか秋っぽいかな、紅葉だもんね。上右へ行けば冬の森に行ける。冬の森っていうことは春夏秋冬なのかな、森は。ちょっとメモしとこうか。もう書ききれないのでトゥードゥーリスト4いきましょうか。冬の森に行けば冬の森、まあそれよりも冬の森って言ってるから春夏秋の森もあるんでしょうね。弱いからいいね、これね。この辺はあの風船が出てきたらやばいもんね、倒せないからね。よし、上行こう。行き止まり、ウサギ出てきた。あ、ここも左右とも行き止まり。冬の森に行く意味もわからないしね情報はメモしておくけど、ここはでも秋ゾーンなんでしょうね、間違いなく。下に行く、あ、もう上に行くとこないんだ。下しかないんだね、これ。家があるけど左、左行き止まり。お家発見。隣のセイントが何かいいことを教えてくれるよ。隣のセイント、本当かな。この森の木のお化けは燃やしてしまえばいい。これボスか、木のお化けって。メモしとこう。ボスかもしれないね。
けにはもやす。なんかいろいろろうそくとかアイテムゲットしたからね、これ。達也の方か。これなんか爆弾っぽいよね。これはろうそくっぽい。これライター。どれでも爆弾はでも爆発させる感じだから、ろうそくかライターかマッチか。あー、どれで燃やせばいいんだよ。それは教えてくれないのか。まあ何かしら当たってたらいいけどね。最後、あ、行き止まり？ここまで来てなんかあったかな。マジか。もう一回しらみつぶしで行こうか。わかんねえな。あ、上か。違うな、上から来たんだもんね、これ。じゃあ元に戻りましょうか。また土手に逆戻りか。ここ全部行ったからね。土手に、なんか右の森は冬の森とかなんとか言ってたよね。よくわかんねー。しっかりしてくれ。南へ歩け、歩き続けろ。お前は勝手に歩き続けろ。私たちがフォローする。これはなんか夏っぽいですね。夏の森っぽいよね。ここをくまなく調べようか。もう一回、もう一回やり直しだ。夏の森を左左行ってみようか。夏の森をね。あ、達也でやってるじゃん。カズヤにしよう。カズヤお前もう3000になれ。目標3000。おー、上上行く。いや、ちょっと左に行けないかどうか。あ、行き止まり。左上に行けばいいんじゃないかな。危ない危ない。左あるけどさらに向こうはない。行き止まり。よし行こう。左、あ、これがこれ春なのかな。どうなんでしょうか。白熊さんよ、春なんですか。ここは春だったらなんか桜とかにしてほしいよね。ここあるけど行き止まり。森に来ております。これ以上左上には行けない。待ってるんだ。じゃないか。さっき来たんじゃないか。どうなんだ。入れない。あ、ここほんでこれ、ここよりさっき右に行ってみようか。なんだここは。あっちのとこか、これ。行き止まり。わからなー。迷子になってませんかこれ。迷子になってませんか。どういうことなんだろうか。
ここ思い出した。これ斧じゃなかったっけ。違う、達也。思い出したぞ。あれ違うな。入るんだったっけ。ちょっと待って完全に忘れてる。金槌だよね、これ。金槌じゃなかったっけ。金槌だったような気もしないでもないけど、違うんですか。邪魔。違うな。敵など怖くない。お、金槌。あ、入れた。おやおや、何か用事かい。違うな。そうなお化けは燃やして退治できるはずだよ。あ、同じこと言ってるな。燃えそうな、これだからあれか、金槌で一番端っこのとこ。金槌やったっけ。木の中は金槌で入れるのっていうのを大事なこと忘れてたよねここ金槌でいけんじゃない。え、嘘でしょ、いけないの。なんかが足りないのかな。うーん、斧にして金槌、これだ、間違った。スコップでいけた。マジか。やったぜ。スコップだったんだ。やったね。ちょっと左から行こうか。え、これは前行ってないよね。進んだんじゃない？あ、行き止まり。一歩進んだぞ。さあ、情報収集。ボスはどこだ、ボスは。これなんだ。今度またスコップかなんかが入るんだな、これ。達也。斧、違う。あ、違う。お題。敵なんかもう関係ないね。敵多い。一回ちょっとのけ。ここで、スコップ。よし、あれだ。残念でした。外れだよ。こっちは命がけでやってんのに。
敵などをそぶりにいたらまたあったよ。スコップスコップ。残念でした、外れた。くそー、どんどん行こう。スコップ。残念でした、3連発。何それ、もっとどんどん。残念でした、4連発。なんだこれ。あ、いけた。ひどいなこのゲーム。残念でした、外れだよ。3連発か。スコップ。化石になったものは自分の姿を見せるといいらしい。メモしとこうか。わかんないけど。ちょっとスコップから変更して。OK。もっと情報くれー。あるんだ。よし、じゃあこっち行こうか。まずはカズヤ。あれ、どこ通れないぞ。これここ通れない。なんだこりゃ、わかんねえな。とりあえず保留。気をつけてー。なんであそこ通れないんだろう。一方通行なのかな。こっちは行き止まりかな。行き止まりだね。よし、上行くぞ。右、行き止まり。わあ、なにこれ、岩。あ、無敵だ。あ、無敵じゃない。あ、耐性があるわこれ。うわあ、めんどくさい。打たれ強いんだ岩。岩邪魔。波が来る前に壊せ。家発見。一緒に遊ばないかい。これはおもちゃ道具いっぱいあるよ。ちょっと待ってね。達也は、達也爆弾とか炎系なんだよね。和也行くか。トランプしよう。あれ、じゃあ A ボタン押しながら B か。何もならない。ボールペンで遊ぼうぜ。違う。ファミコンしようぜ。あ、入れなかった道に入ってごらん。
それから後でもう一度おいで。来たー、ファミコン渡した入れなかった道、さっきの道だよね、間違いなく。それから後でもう一度おいで。ちょっとメモしておこうか。ファミコンクマさんってしとこうか。ファミコンクマ、ファミコンクマ左上だよね。入れなかった道行ってからね。入れなかった道に行ってからファミコンクマさんのところに戻ってくると。 OK、30分経過しましたか。ということで今回はここで決めたいと思います。まあ、これ分かりやすいね、ここだとね次回入れなかった道を行ってからファミコンクマさんに報告したいと思います。真面目ですからね。それではまた、さよなら。